衝撃。メッシのバルセロナ時代のスタッツが摩訶不思議すぎて、現実だったことすら忘れてしまう。実はメッシさん、17歳でラリーガデビューを果たしていますが、その直前にはエスパニョール移籍が目前まで迫っていたそうです。そんなことは置いておいて、早速メッシさんのバルサ時代を振り返りましょう。うわーやば、13年連続30ゴール。なんなんこの神。異次元。神にスランプは存在しないんだね。バルサの公式戦だけの記録、この他に代表もあるんやろ。何がしたいんや。同じ競技とは思えんな。この頃は毎年うっかりしすぎて神発動しまくってたんだろうな。ちなみに合計778試合672ゴール288アシスト。くさ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 。獲得タイトルラリーが10回チャンピオンズリーグ4回コパデルレイ7回クラブダブル杯3回欧州スーパーカップ3回スーペルコパでエスパーニャ8回。獲得個人タイトルバロンドール7回ダブル杯大会最優秀選手1回ゴールデン賞6回ラリーが得点王8回 CL 得点王6回。言葉失うんだが、比較対象いなくてくさ。1000年経っても越せないレベル。メッシがメッシするとこうなるんやな。ラリーが10回ってほぼやん。バロンドール7回はくさ。まるまるのメッシとか言ってごめん誰もおらんわこんなやつ。ハットトリックを達成した試合一覧。なんか多すぎるのでエンドロールにします。バルサ在籍時に47回も達成。超人やな。5000って何？ CL やで。これハーランドやったらベッドがボールで溢れかえるなキングサイズでも間に合わん。クラシコでもか。ただの神々さ。